トカチスピードウェイは北海道火星群サラベツ村にあるサーキット。この項目では太陽光発電所のサラベツ、トカチメガソーラースピードウェイ発電所についても記載している。北海道内唯一となる国際自動車連盟公認サーキットであり、五千百メートルのグランプリコースを三千四百メートルのクラブマンコースと千七百メートルのジュニアコースにに分割して使用する。 計算コースがあり、日本国内では例を見ないほぼフラットなコースレイアウトや1,10メートルあるストレートが特徴になっている。メインスタンドからはコースの80%を見渡すことができる。これまでに N1 耐久やトカチ24時間レース、全日本ツーリングカー選手権、全日本海参前選手権、全日本 GT 選手権などを開催してきた。現在では、 日本自動車連盟公式戦となる北海道クラブマンカップレースや北海道ジムカーナ選手権、日本モーターサイクルスポーツ協会承認のトカチロードレース選手権などを開催しているほか、気軽に参加できるスプリントレースやトカチ夏祭り &HKS、ハイパーミーティングなど各種イベントを開催している。中でも日本国内の自転車耐久行事の先駆けである。 全日本ママチャリ耐久レースは名物イベントになっている。当期は、トカチウィンタートライアルや、北海道 ATV チャンピオンシップ、冬コース総公開などを開催している。オープン当初からサーキットを PR するイメージガールを起用しており、三戸町影や森と美穂などを輩出していたが、2010年からはイメージガールの起用を止めている。有給地を活用した。 太陽光発電所、皿別、十勝メガソーラースピードウェイ発電所を設置している。1989年に、帯広建設業協会会員が中心となって、十勝モーターパークを設立し、1993年5月5日に、総工費約100億円をかけた、北海道内初となる、国際サーキット、十勝インターナショナルスピードウェイがオープンした。ところが、 予想を超えた公費や会員券の販売不振によってオープン当初から経営が厳しく1994年には運営をインターランドに移し賃貸事業のみを行ってきたその後も慢性的な赤字続きで債務超過に陥っていたため複数企業との売却交渉を進めていたがいずれも成立せずサラベツ村への固定資産税対応額も3億円を超えていた 2009年に水面下で行っていた所有権と事業上との交渉が決裂したため、会社整理に向けた調査を始めて自己破産するに至った。負債総額は100億円を超え、都価値管内の倒産としては過去最大規模になった。会社整理に向けた調査開始以降はサーキット存続が不透明であったが、MSF が施設を取得して運営することになり、 営業継続が決まった。年表四輪車二輪車皿別、トカチメガソーラースピードウェイ発電所は、北海道火星群皿別村のトカチスピードウェイにある太陽光発電所。トカチスピードウェイを運営する MSF が有給地を太陽光発電施設に活用するトカチメガソーラースピードウェイ計画を発表し、オリックスが有給地を沈借して、 太陽光発電施設を建設した。総出力は21.967メガワット。年間の総発電量は一般家庭6880世帯分になる電力を発電しており、北海道電力に売電している。周辺には道の駅サラベツやサラベツカントリーパークがある。サラベツ、トカチメガソーラースピードウェイ発電所に関するカテゴリー。ありがとうございます。